もう当然これがこの店がある程度お客さん来てくれるようになったのはもうラッキーなだけだから、うん、まあまあ、いろんな俺らの実力だなんて思ってね、うん、そ, ううなそもそもいろんなラッキーがつながってるつながって、でたまたまこの雰囲気だったら観光客の人喜んでくれるよなとかさ、うん、こういうのに自信を持ってやってただけだから、経営でなんとか乗り切ってきたっていう感じじゃない、うん、俺にしてみたら、うん、あ、周屋の作ったこれ喜ばれてるぞと、そうだな、これは来年もまたお客さん増えるぞみたいな感じでまたこうやってきただけだから、まあそうだよな、必死に必死にやってきただけだから、だけだな、経営、まあ俺もそう、経営だと思っては、要は集客のところしか俺担当してないから基本は、うん、いかにお客さんを呼ぶかだけだから、そう、だから最近このちょっと昔の周屋ならこれじゃ面白くねえ、こういうふうに作るべで手間かけてトイレ一つでも、うん、昔ならすんなり絵描いてみたり、ここに石拾ってきてこうやるかとかで、そういうのが喜ばれてたのに、そこをサボりがちになって金で解決しようとするところが目に余るなっていうのは、先目に余る、余るね、それじゃあ俺たちの良さなんもねえべっていうところに、いやけどそこそこになってない、ちょっと慢心してんじゃねえかいや時間ないんでしょ、時間があるべや、いっぱい半年以上休んでんだから店、もう少し手間暇かけたい、かけてかけたからこそのうちらの店だっていうのを原点を忘れちゃいけないんじゃないかなと思う。いやいや忘れてはいませんよ、いや忘れてる完全に忘れてる、うん、原点を忘れてるなと思う。そうか、うん、この金で次こう増やそうとしか、もうそっちに、まあ当たり前なんだけど経営者、まあ、そうだ、ね、当然だ、当然だ、一人でも攻めてるわけではない、うん、経営っていうのはそういうもんだべと思う、 うん、そこに時間と労力を費やすより誰一人でも、もう少しなんとかみたいな、なんとか売り上げをみたいな気持ちになってるのは確かな、そう、売り上げよりは来たお客さん喜ぶべっていうだけでこの店やってきたのに、うん、そこをサボり出したらちょっと足元すくわれんでねえかなって思う。そうかい、うん、それは思う、随分最近いやモチベーション低いなと、いやいやしっかりできてるよ、あんなに頼んでもねえのに、なんか掛け軸みたいな絵描いてきて、石引いて庭作ってみたりさ、あのメニューも最初の頃毎日のようにこのレイアウトだらダメだとか絵描いたりして昔はやってたのに今はもう一切やってない、やってないね、やっぱり追い込まれてないとダメなんじゃない、なんでよいやだからもうそれしかないからよ、追い込まれてもうお金もないし追い込まれてるから、そういうやるぐらいしかできない、やるそれぐらいでしかなんだけど、今はある程度お金でなんとかなるそれを言ってるんだそう思ってるべっていう、いやいいけど別にそれで、うん、時間を買ってるみたいな感じ、俺はその空いた時間で何しよう、ゆっくり寝るだよいやいいんだ、年だから、うん、だから丸山教授も最初にその情熱があったからああいう店になった、いやそうなのよ、この後大丈夫かっていう、そうだからもう追い込まれないとあそこまでってできないのよ、そう、あ、何でもそうなんだけど、お金があればさ、うん、結局動かないのに人っていうのは、人間は、ああ要するにお金が余裕があるとできないわけよ、もう追い込まれてもどうにもならんから知恵を絞るじゃん、いや今追い込まれてるよ追い込まれてるけど昔に比べればコロナで大変だけど、何よどっちよ余裕みたいに思っちゃうから、これじゃ大変だよ、大変だけど、だからあそこに壁色塗れないんだったら、じゃあなんかタダでなんかねえかなとかさ、いやだからペラッと体力にも、兄に一枚板買ってくるっつのもちょっとおかしい、昔ならどっかから板拾ってきてやってる、いやまあそうかな、うん、いいとこいい板ねえかなって、うん、いやそういうとこ、だからそれはお金に余裕がないからでしょ、うん、そうだから余裕があるからって随分おいっていうそれいや確かにそれ普通はさ、うん、余裕があったら自分のなんかプライベートに金使うとかお姉ちゃんに金使うって言って責められんなら俺いいよ、うん、
店に金使ってるよね俺。まあそうだべ、ダメか、自分が欲しいと思ったものはな使うわな、すんなダメかいや店に金使ってんのにいくない、いやまあまあいい、そうだべ、うん、で俺がやるよりも、うん、いいものできてるな、いやまあ確かにそうだね、まあけどそういう、いやいや、その初心を忘れちゃいけないよということ、それはもちろん分かってますよ、確かに本当にそう、初心のとこだから俺なんか、そうかないや、そうかな、うん、本当にまあまあなんかね、いや忘れてない、忘れてない、全然、いや、どう、生活レベルも上がってないし、今でもやっぱり常にビビってるよ、うん、うん、全然問題ないです、テーブル作ってたあの頃忘れてない、忘れない、うん、いやもう今回もいい感じにできたんじゃないですか、まあね、なかなか、うん、全然いいでしょ、うん、まあ、そういうところでお客さんが来てくれてるっていうのだけは、そうですよ、何も僕がすごいからだなんて YouTube でも言ってないからね、うん、だったらいい、全く、うん、だったらいい、そう、うん、結局はだから追い込まれて力を発揮できるかどうかっていうところをこう僕は解いてるわけですから、うん、何も小手先のテクニック、マーケティングで集客なんかな絶対できないからさ、うん、それは言ってます、そう、はい、何ももうできる社長っていう感じで、うん、うちらの店はその田舎で田舎らしさを売りにしてるから、うん、それが言葉遣いが失礼だとか、うん、態度が悪いとか言われてもいいわけよ、うん、だってこれがスタイルだから、まあ、シャコタンのスタイルだから、うん、逆にそれは楽しんでけれと、うんうん、こっちはねちょっと失礼な兄ちゃんぐらい出てくるもんだっけ田舎行ったら、うん、あえてそれをやってるまであるから、だからあんまり他の店の参考にはならない、うちは、まあそうだね、うん、うちはな、そうそう、だからそれがうちのブランディングっていうか、その最初に言ってた本当の漁師町ので、実際俺らも漁師になってリアル感を出すっていう、うん、そうね、リアル感を出すも何も漁師、リアルなんだけど、まあリアルよ、まあ、そう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 だね、うん、そういうとこ面白がってくれて来てくれてるんだから、うん、まあそうだね、まあその辺の初心を忘れて、何もその社長ぶってるわけではないから、うん、全然、うん、本当に待って、俺らすごいでしょってやっちゃいけないなっていう、それはもうもちろん言われなくても、たけし君、俺ぐらいのレベルになるとちゃんと自制心が効いて分かってますからいやならいい分かってますから、うん、教授ならそのぐらい分かってるからついてこれるところもあるでしょ、いや。いやって。